俗日本百名城ナンバー150、愛知県新城市にある古宮城。古宮城は筑出盆地にある高さ30メートルの丘に築かれた平山城。古宮城のある奥三河は戦国時代、徳川、武田、今川の領地の境目にあり、勢力争いの争点になっていた。古宮城に関する同時代の資料が残っていないため、お城の成り立ちなど詳しいことは分かっていない。江戸時代に作られた書物には、1571年に武田信玄が家臣の馬場信春に命じて古宮城を築かせたとある。そして、1575年の長篠設楽原の戦いの後、武田軍が劣勢になると、古宮城は廃城になったという。曲輪の出入り口や土塁、丸馬出しなど、お城の構造の工夫から、古宮城は武田氏による築城とされてきた。しかし、近年の様々なお城の研究から、徳川家康によるお城との類似点も指摘され、家康によって改修された可能性もある。現在の城跡には、堀切や横堀、土塁などを見ることができる。